子が使う畳小物というテーマを作って、自分の中で作って2点選択しました。1つ目はこれがタンブラーです。最近学会さんなどに行くと必ず取り扱っているタンブラーで、そのタンブラー、そんなになんか流行ってるタンブラーを畳を使ってできたらいいなと思って選択しました。タンブラーはここが入れ替えられるようになっているタイプが今非常に多くて、そこにちゃんとの畳を入れたら面白いなと思って作りました。今回はちょっと女の子らしさをテーマにしたのでピンクなんですけど、これをまたちょっと青にしたりとか黄色にしたりするとまた